ごご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は「野村古道作『関心探治、鳥物城』より『曜変辻斬り茶碗』昭和8年日本小説文庫銭形平治鳥物控え第三巻より『青空文庫』未収録」。それでは、 本文はどうぞ初夏のやきぼつんざく声ぎょっとしてたたずむ炭じの前へ鉄砲玉のよぼに飛び出したのは身の丈抜群の若侍。 鯉口を切って、こちらを旗とにらみ据えた余ボスです。おお、ちょうどいい塩梅に出てきやがった。この説、ご不満を騒がす辻斬りやろうはてめえだろう。何を言う？辻斬りはその方にそ相いない。手取りにしてやろう。来い、まっ二つだぞ。ほのれ。同じようなことを言ってぱっと別れたのは、お互いに足場を図って、少しでも明かりを背負うため。へっ、おう。 気合すさまじくしばらくは互いの隙を狙っておりますおやおかしな野郎だなてめえも辻斬りにしては少しできすぎているぞ野郎頭に侍姿で気合の具合じゃ腕は少しできるらしいが口の利きようが恐ろしく存在だなわずかに漏るる雲間の月に透かして相手の侍はこんなことを言っております おかしな武家だな腕は十分なようだが年はまだ恐ろしくあげえな辻斬りなどをして歩くにはもっていねえぜ真似をしてはいけないその方は一体何者だおさむれこれはどうも人違いらしいお互いに刀を引いてお話ししましょうよかろう刃を引くとちょうど柳の墓に襲い月が出ます柳原土手の四つどきものすごい自分で。 もうっ一一り通ませんなんだ御用聞きの丹治じゃねえかおこれは笹井先生どりで聞いたような声だと思ったよ恐ろしい気合でびっくりしましたぜおかげで3年ばかり寿命を縮めたこんなことじゃ辻斬り退治も心細い <laughs> そんな弱音を吐いてはいけない2人は思わず 柳の根株のほこりを払ってそのまま腰を下ろしました一方は天命から寛政へかけて江戸中に鳴らした鶏ものの名人関心の丹治たをくぐるほど端っこいからだとも言いい妙なことに感心するからともいいますがとにかく立ち多いで頭がよく働くという意味にかけた言葉だったでしょう年配四十前後。 軽い身分には相違ありませんが商売柄いろんな階級に不思議な友人を持っている男ですもう一人は笹井新三郎といい戦国鳥の旗本の部屋住み年は若いが恐ろしい使い手で気も心も技も鍛え抜いた鉄のような感じのする若侍ですなんだってそんな異様な風をして歩くのだ 俺のようなそそっかしいものに会うとなんと間違えられるかわからねえよ。おっしゃるまでもございませんが近頃めっきり多くなったあの辻斬り丹治はそっと後先を見回して言葉を継ぎます。五日に一人十日に一人それも決まって若いお武家ばかり切られちゃおかかりが黙っていてくだすっても世間が承知しません。うん 何の志願があってか若い武家でなければ手を出さないという厄介な辻斬りを釣るにはこれより他に手がありません。丹治の侍姿は水も垂れそうでございましょう笑わせてはいけない。そんな風をして歩いたら大神楽かお茶番と間違えられるだろう。辻斬りより先に犬に噛みつかれる。はあ旦那どうも口が悪い。お前も腕は達者だが。 近頃江戸中を騒がせている辻斬りの手口で見ると阪神の丹次では少し手に余るかもしれないよ何しろ恐ろしく冴えた腕だ切られたのは皆ただ一刀で事切れているがあれだけの腕を持った者は道場を構えているのでも幾人もないへえそんな低した腕で何が面白くってまた殺生をやるんでしょうさあ 昔武蔵坊弁慶は千人斬りをがんにかけたというからやはり心願の筋でもあるのではないかなでなければ人を殺すのが面白いという気違いの仕業だろう笹井新三郎ほどの使い手がこれだけ舌を振るっているのですから旗本のがむしゃらな次男三男どもが荒美の一等を試したさに橋の袖の小敷を切るような 生しいいものででないことは事実です去年の冬から始まってもうかれこれ20人も切りましたがなそれでまだ誰も正体を見届けたものがないとは驚いたな狙ったら最後斬り損じは一人もなかったんでしょう恐ろしい人間があったものじゃございませんか世間で天狗とか鬼人とかいうのも無理はないおかげで江戸の世はさびれるばかりだ 二人は聞き耳を立てました。不意に本当に不意に両国の方から恐ろしい叫び声「丹治行ってみましょう」「ふ人は月下の町を宙を飛びます」「柳橋の袖には切られたばかりの若い侍一頭のもとに事切れて明けに潜んだ大地に倒れております」「やはりあいつの仕業だ見事な腕前ではないか」名名人名人を知るで 佐井新座ブロは死体の傷口を眺めて感に耐えております。第二章。おさよ。ちょっとここへ来てもらおうか。はい。水仕事に充血してベニサンゴのように赤くなった指を揃えて、若いおさよは男の前にういういしい顔を伏せました。こんなことを言いたくはないが。 どうも一度ははっきり聞いておかないと私の胸がからりとしないサモンの言葉には何かしら妙なこだわりがありました焼き物作りの習わしで膝へ当てた熱い前掛けをなでている手はふがいなくもわなわなと震えておりますはいおさよは静かなその美しい顔をあげましたなんというそれは精霊な わだかまりのない表情でしょう他ではない近頃買い物とか物詣とか言いこしらえて時々この寂しい本所の奥から町へ出かけて行き夜中近くならなければ帰らないようだがあれは一体どうしたわけだろうお前はもとより師匠の娘こうして暮らしてはいるもののまだご事をしたわけでもなく夫婦と言っても いいいわば慣れ合いの恥ずかしいだ。いやきもちらしいことを言えた義理ではないが時々女房の夜歩きの留守番をさせられては「俺の心持ちがどうもすまない」。思いった男の様子を見るとおさよは思わず膝に取りすがって甘えるようにその美しい顔を見上げました「許してくださいな黙っていては悪いと思いながらつい急いそびれて」。 けなごしをかけました。でも初めてそんな遠慮のない言葉を聞いて私は本当にうれしい礼儀があるようでもなれ合いの差し向かいはなんとなく隔たりがありません男の膝を揺すぶりながら美女の瞳はとろりとろりと不思議な情熱に燃え盛ります今でもうち弟子に師匠の娘というのい も来た心持ちの取れないお前からそんなそんなやきもちらしい言葉を聞いて私本当にうれしいけれども私の弱るきなら心配するようなことではない浅草の観音様へ夜参りの願をかけて7日に一度10日に一度ずつ一人でお参りをしております何の願かけ 男の疑いの根強さにおさよはちょっとたじろいた様子でしたが思い直して「もうしましょうか」。かわいらしい首をかしげて少し受け口の赤い下唇をゆがめますお前が本当にお父様の跡取りになれるよう<っ>私はそれを一年越し観音様にお願いしてきましたそれでも悪かったでしょうか サモンはたとしして首を垂れました自分の腕の鈍さがひしひしと身を責めてじっとしてはいられないようなやるせなさに身内をかきむしられます「どうしてまた俺はこんなに腕が鈍いか考えると腹が立つ焼くものも焼くものもとろろもをおっつくねたような虐体もないものばかり俺の作る楽焼は何は、 おお茶ははろか、味噌汁も飲めはしない。サモンの目はついぬれて深刻な自責に胸が破れそうですあれそんなつもりで行ったのではない慌ただしくすがりつくおさよを押しやるように行ったところで恨みには思わない世上の人から「雪中斎は亡くなったが二代目のサモンは大変な腕だあの異様の荒焼きを見ろ」。 のかばんにはすこしなまめくがそれにしてもなんというみごとなやきだろう」と言われるたびにおれはあなへも入りたいいっそ思いきってあれはみんな女房のさよがやいたのでございますこのサモンに何ができましょう師匠の娘をたぶらかしてなれあいの所帯でも持つのが私には手いっぱいの芸でございますと触れて歩きたいような気がする。 そんなことを言ってはい「いやいや」「まだ恋人気分の抜けきれないおさよはその柔らかい体を蛇のようにうねらせてサモンの首へひしひしとすがりつくのでした師匠の娘とうち弟子のと目をしのんだ恋の思い出が盃ごともしない2人の中に時々よみがえってきては妙に 魅惑的な空気を漂わせるのです女房 <music> の私が焼いた品をサモンドメイで 外へ出ししたからとといって何の悪いことがあありましょうさあ「そんな弱い気を出さずにいつものように笑って仕事にかかりましょう」「火の加減から薬の加減」「口伝」という口伝はみんなトト様から私に伝えてあるそれを何べん聞いてもどうあんばいしても私にはあの柔らかい味も色も形もできないこんな生意気なことをするよりいっそ 本人ごぼうでもしょってお前と気楽な一生を暮らすのが私には文相の仕事かもしれないそんなことができましょうか口で言うに言われない秘伝もあるそれをお前が飲み込むまでは私の焼いたのに相変わらずサモンと銘を打って世間へ出したところで誰が何と言おう2人はいつもするように手と手を取り合って泣きながら慰め合いながら 夢心地の陶水を味わって「おりましたおさよの父というのは落やきの名人もとは茶人の手作りから起こって落の本家は申すまでもなく大費用や落よ用とも縁の遠いものでしたがそのゆうえんな落にしては少しなまめかしいくらいの火加減が時流に投じて 本コンメに気づいた窯が昼夜日の気が絶えなかったといわれるほどの評判を取りましたその一人娘のおさを早く母を失いましたがこれは天のなせる霊質で父・道安が丹精込めて焼いた幾十百の名器にも勝る傑作だろうと言われたくらい「これほど美しい娘があろうか」と噂は口から口へ 七つ,八つの頃はもう一歩門の外へ出るとたちまち人垣気を築気いたというありさまでした父の道庵はそれを心配して「この娘は少し美しすぎる茶人の膝元へ置くべきでない」と縁続きの猿武家屋敷に78年越し預けっぱなしにしておいたものです父道庵が夜年並みの寂しさで 娘を引き取ったのは十六の春。その頃の頃おさよは真に昔語りのかぐや姫のように輝くばかり美しく成人しておりましたそれから二年目に父を失いましたが落やきの口伝は大方伝えてありましたのでそのまま釜も崩さず内弟子のサモンを相手に二年越し父の引業を立て通してきたのでした内弟子のサモンも おさよに劣らず美しい青年でした。対した系録も引っかかりもない二人はそのまま可愛らしい一対の目を飛びなになりすましていつの間にやらお前こちの人と呼ぶようになっておりました。第3章。<laughs> ごめんよ。ガラリと格子窓を開けて入ってきたのはご用聞きの丹次。あれおじいさん。 思わず飛びのくおさよ。顔をあらめてもちもちするのをにやりにやりと眺めながら、あぶねえあぶねえ。若夫婦の所帯はありものいで減らねえと飛んだ恥をかく。それにしても仲がよくって結構だな、おさよ。あがりが町へ腰を下ろしてギングサリのついた好みのタバコ入れを抜きます。<laughs> おじさんは口が悪い。<laughs> それを見るにつけても早くさかきごとの真似だけでもさしてやるて、いつまでもなれ合いもの。あけいで世間から白い目で見られるのも気の毒だが、当人同士が好きでやっていることだから、こればっかりは俺のままにもならねえ。恨んでくれるなよ。おじさん、そんなことは言わないでください。おさよはお茶を汲んで出した手をそのまま下について、 斜めに単次の顔を丹顔するような眼差しで見上げました。父道安の本当の弟、継承も生まれもいやしくない単次ですが、若いときからの放浪でいつともなしに遊び人の仲間に入り、しばらくは箸にも棒にもかからないものにされておりましたが、中年から引き締まって町方のご用を務め、思いもよらぬ名人の名を馳せている。 だったのです小瓶は少し剥げ上がりましたが洗い髪の刷毛先から朝倉を突っかけたつま先まで世紀は五体に満ち満ちてなるほどこの男ににらまれたらどんな悪感もひとたまりもあるまいと思われるくらい近頃はお忙しいいございまししょうのはたことはねえがおふくろがリュウマチを起こして困っているぐらいのもんだよ。 おばさんんが、それはいけませんね。梅雨時になりさえすりゃ毎年だおかってナメクジが出るようになると足腰が痛み始めるんだ今井なんかに来てもらうほどのことじゃねえまあそりゃそうと困ったのはあれだよ評判にも聞いているだろうがこれから始まった辻斬り日頃はまことに口の堅い短治ですが。 美しいめいのおさよとサモンを前に目とびなを相手に十回するような心持ちでついこんなことを口に出してしまったのでしょうそうですってねなんという怖いことでしょうまだその辻切りはつかまりませんかそれで苦労しているんだ二三日前にも柳橋で和え侍を斬ったのを見たが一足違いで逃げられてしまったいや惜しいことをしたよ その時おじさんは悪者の姿だけでもご覧になりませんかいやどうして要は暗えし相手は端っこいしいやっぱさりときたからほのれっと飛んでいくともうその辺にまごまごしちゃいねえ。その時一緒になったこれも知ってるだろう有名な使い手の笹井新三郎様あの方も傷口をご覧になって舌を振るって驚いていなすったよ笹井様がご身分といい。 お腕前といい申し分のねえ立派な方だが辻斬りのやり方があまりにはつらにくいとおっしゃってこの厄から毎晩江戸中を探し歩いてどんなことがあってもくせ者を手取りにしてみせるという意気込みだ。まあ江戸には立派な使い手も少なくねえがくせ者は若い武家しか狙わねえから本当に手取りにできる方は支え様を置いちゃほにはあるねえ。俺も一度武家姿になって歩いてみたが。 野郎頭と年が隠されねえから筋切りの方でよけて通るよ <laughs> あんなお茶番はもうこれごりだ <laughs> おじさんの武家姿まあ拝見したかったわねいやおわれだそこへ行くと笹井様は男がよくって腕ができてくせ者退治には申し分のねえ方だこの出会いがみてえな本当でございますねおじさん おめえは女のくせに、そんな殺伐なことを言うと、目の色を変えて喜ぶから不思議さ。あれ、そんなお芝居の立ち回りのようで、どんなに面白いかと思っただけでございますよ。お芝居と本当の切り絵と一緒にするやつがあるのか。ところでこんなことを言っていいか悪いかわからねえが。銀ギ,ギセルで二三服、のどかに煙を吐き出しながら、炭治はしばらくためらいました。 がすぎるるるよようにににのののかおををつめているおさよの美しいさしししとそわれはらきま「辻切りの出るのは不思議に虎の日と猿の日に限っている何か心願の筋があってのことだろう今日はちょうど虎の日雨さえ降らなきゃきっと出る番だ」。 ずいぶんそんなこともあるだろう。今晩は浅草の寺内から花川戸、駒込あたりを漁ってみようではないかとこういうお話だ。俺はどうせトンボを切ってみるだけの役者だが、笹井様が出かけるのを承知でうちで寝酒を飲んじゃいられねえ。それじゃおじさん、大勢でお出かけでしょうね。いや、どうしてどうして。何人いったって同じこった。 笹井様は自分一人でたくさんだとおっしゃるからああ今晩のところは笹井様のご自由にしてみようと思っているよそれではゆっくりご飯でも召し上がっていやそうしちゃいられねえ相手は何と言っても大変なくせんだ万一これが別れにならねえものでもねえと思ってちょいっと足ついでにのしたまでのことだよまあおじさんどうりゃ出かけよう日が陰ってきたようだこれから二三軒回って 浅草へ行くとちょうどいい自分だろう。サモンさんもじっと遊びに来なさるがいい。近頃は少し背が出すぎるようだ。は<っ>言葉少なに控えたサモンは、炭治の言葉をはかりかねてその顔をうかがいました。いや、背が出ると言ったって、おさようかわがりすぎると言うんじゃね <laughs> <laughs> 焼き物の話だよ。俺には一向上がらねえが、雪中祭の二代目は、 体操もねえ腕だと世間でおめえさんの評判はてしたもんだサモンは顔をあからめて思わず目を落としましたこれがみんな女房おさよの手柄自分は気の利いた俸禄一つ焼けないのを思うとそうけ立つような決まりの悪さだったでしょうそれをまた丹次は内気な健上な若者の心持ちをくんだ美しいめいを許しても惜しくないような 一種のの親ししさを感じるのでした。地色の不思議な美しさ肌触りの柔らかさサモン焼きの味は先代雪中祭にもねえという噂を聞くたびに俺も肩身が広いような気がするいやとんだおしゃべりをした辻斬り退治でも済んだらまたゆっくり邪魔をさしてもらおうよ悪者には鬼のように恐れられた感心探治ですが姪のおさよのためにはこんな訳知りのいい おじさんん。はありませんそれではおばさまを大事にありがとうよせいぜい仲よくするがよかろうあれおじさんそれでも丹次の姿が夕闇の中に隠れると赤い美しい二人の体は磁石が鉄を吸うように両方からピタリと寄り添いました方から方に通うかぐわしい青春今晩また出かけてもいいでしょうか何 左門は愕然として酔い心地から覚めますとりわけ今晩は大事な日どうしてもどうしても観音様へお参りをしなければなりません今もおじさんのお話で浅草あたりの物騒な話は聞いたろう本番だけでも思い止まったらどうだ若い侍だけ狙うという辻斬りが私のような女にどうするものでしょうおさよの子供投げに言う顔を。 サモンは世にも不思議なもののように見つめるのでしたそしてこの無抵抗な美女を恐怖に満ち満ちた闇の中に話してやることを考えるとサモンは腹の底から恐ろしさがこみ上げるのでしたそれではわしも一緒に行ってやろういえいえそれはなりませんそれでは心眼が通りませんきっと言い放つ顔には神々しいばかりの力と例えようもない 清純さが輝きますサモンはもう抗う力さえありませんでしたわずかにガバと身を投げかけるおさよを抱いてその弱々しい体を締めつけながらふがいなくもしばしの愛に陶酔するばかりです。 第四章観音様のご寺内を一回り花川戸から馬道のあたりをゆるゆると練って駒形へ来たのはもう四つ過ぎ、笹井新三郎を思わず下淵をして立ち止まりました「出ないかな」「もう一度観音様の方へ引っ返そうかそれとも両国へ出てみようかここでしばらく迷ったのでしょう。 一体この人は木田流の達人で特に木立ちをよく使いました死と仰いだのはその頃はもう個人になっておりましたが天明の頃、下屋二丁町に道場を開いていた名人原三左衛門後に三歳と合して数千人の門弟を取り立てましたが中でも出乱の誉れがあると言われたのが この笹井新座ブロです。身分の人ながら、一時は大芸妓まで務め、三歳の道場にはなくてはならぬ人物になっておりましたが、二三年前死さえあって自分から身を引き、まもなく三歳も死んで道場の後はそのまま耐えてしまいました。さて、こし知えごとのように不思議な回り合わせですが、縁というものは。 不思議なもので、雪中斎道庵の娘おさよが78年の間養われていた武家というのはこの原3歳の道場でおさよと新三郎とは道場の皇帝と師匠の養女ですから当人同士はまことによく知っております。新三郎が不意に道場を引いたのもおさよの美しさに心惹かれて 人をもって嫁に申し受けたいと申し込んだのを親の親の道庵に「釣り合わぬが不縁のもと」か何かでこっぴどく拒絶されたため新三郎もつい道場に居にくくなって自然と足が遠のいたのだという噂もあります。それはとにかく駒形の闇の中に立った笹井新三郎を。足を返そうとしてあっと立ちすくみました。 今までは気がつきませんでしたが、確かに自分の後からつけてくる人の気配。足を回そうとして規則を乱したわずかの破れにつけいって風のごとく襲いかかろうとしましたが、早くも気がついて身を引くとすーっとそのまま横へ逸れてしまいます。梅雨模様のあやめもわからぬ闇。元よりくせものの姿はわかりませんが、何を履いているか。 小鳥ともさせない猫足、体の軽いことは実に無類です。なるほど、これでは大抵のものがやられる。新座布ロを思わず唇を噛みました。そのままキビスも返さず両国の方へ悠々カンカンたる足取り、わざと歌いは口ずさみはしませんが、葉っぱを好きだらけの体をあこんでまぎります。お蔵前まで来ると。 王道を下ろした大長人の二階屋が軒を並べて、町はまた花火つままれてもわからないような恐ろしい闇になります。後ろから死体寄るものがあるとも覚えませんから、新座布呂の心にはいくらか油断があります。あきらめて逃げたか、惜しいことをした。そんなことを考えながら、今度は本当に好きだらけになって リに進むとピカリえー、っ迫の気合新三郎の真向こうへ酒もかわしもならぬ必死の刃ほ<っ>わずかに身も開きましたが実に半発も入れざる危うさ新三郎は人への肩先も切り裂かれた予防で夢中ながらも夜風がひやりとしますこのれ、構えをなぼしてつとよると初立ちをしくじったくせ者は 物をも言わず二のたちへっと横へ一文字に払います。それも危ぶくかわして引き抜いた一刀。もうこうなっては手取りなどは思いもよりません。かあはっかけに切り下げましたが、刃をなめるものは夏の夜の風ばかり。くせものはひらりと身をそらして妖国の方へパッと飛びます。短じ短じおう。闇の中に勇ましい声。 あらかじめ示し合わせて影と形の予報に歩いていたのでしょう。早くもクセものの行くておぼでこ広げてつったったのは関心の短こようだ。渋さの実ってが闇にひらめきます。相手は魔物のようなクセモノ。使えるといったところで御用聞きの短視ぐらいはものの数でもなかったでしょうが何を感じたか。 知っての光に怯えたヨボにタンジの前から身を返して左手のロジへ左手を飛び込みます。マジあれおいすがったタンジ。やみながらムンズとクセものの袖をつかみましたが、旦那旦那、思わず声を上げました。というのはクセものはまだ刃物を持っているはず。振り返りざまあれだけの腕でついてこられた日にはタンジは鎧を着ていても助かりっこはありません。 飛んでくる新三郎不思議なことにクセモ者はタンジも月も霧りもしません身をもがくはずみにクセモ者の袖ではちぎれて丹ジの手へ川岸へ開いた袋路地新三郎と丹ジに追われて逃げ道を失ったクセモ者はそのまま水つと高く隅田川に飛び込んでしまいましたほっほうと飛び込みやがった欲しかったな。顔を見合わせた二人も 月の弟子をの水あかりが、ほんどり照らします。旦那、いいもんが手に入りました。なんだ、旗で。してみると、やはり天狗でも化けもんでもなかったんだな。過剰だ。足にも心当たりがある。あの立ち筋は、確かに牧田流の極意だ。え二人はいつの間にやら、大通りへ出ておりました。ちょっと待て、その番屋で、くせ者の,の袖を見せてもらおう。当時、まちまちにあった。 た。バンタの小屋油商事を乏して、もるるほのかなあかりのま間、家丹治の手から受け取った。片袖ぼすかした新三郎を丹治。これはおめえ、女の袖じゃねえかえ。身なげの女の袖を間違って掴んだのじゃあるまいな。そんなことはございません。見るとなるほど、その頃流行ったち父着ぬの女。人への袖丹治ははっとして思わず。 油しょぼじのほのかな明かりに顔を背けました第5章おさよどうして今日はそんな浮かない顔をしているのだいつも機嫌のいいお前が朝からろくにものも言わないのは気になるではないかサモンの物優しい問いにも答えずおさよの首は深々と赤い襟に埋まるばかりでしたおうじゅうなエロチックな生活を 凶落しきってきた二人にはこんな陰った日はめったにありません。陽気で陽炎で気軽で無防で生活があらゆる美態の連続ででもあるようなおさよはサモンにとっていつでも恐れも悲しみも知らない若い美しい不思議な悪魔だったのです。このくことを知らない愛と情熱の殺暴者を自分はいつまで満足させることができるだろう。 そういったおそれがサモンの心の隅にいつからともなく救うようにさえなっていたのですおさよおさよこっちを向いてみせないか私は私はおさよは飛びつくようにひしひしとサモンの体にすがりつきながら死ぬような気がしてなりませんどうしましょう身をふるわせて男の美しい襟に きちがいじみた涙をふり注ぎます。ちょうどその時お勝手口には叔父の関心探事が立っておりました中の様子に当てられ気味の目を落とすと洗濯だらいの中には女物の一柄が濡れたままに入っておりますほよ引き上げて両手を広げてみると左の肩袖は引きちぎられて右袖だけが片輪のように 見にくくぶら下がります。たんじは懐から昨夜の肩袖を出してみました。予期したことではあったでしょうが、まったく同じ柄をまざまざと見せつけられると、さすがにぎょっとした様子で分別臭い顔をこわばらせます。ごめんよ。しばらくしてからたんじは改めて表口から顔を出しました。あら、おじさん。 おさよの取り乱した様子を見ながらも丹次はもう冗談も言いません「おさよちょっと顔を貸してくれ大事ないようだ仕事場へ来てもらおうか」なんという冷たい言葉でしょう日頃親切なお父の丹次がくるりと表情を裏返しにして名御用聞きの一面を見せてくれたような寂しい気がしますはい。 素直についてくるおさよを仕事場に連れ込むと心配そうに後を見送るモンの前に旗と仕切りの戸が閉ざされますさておさよ俺の来たわけは言うまでもあるね。この片袖を見てからものを言ってもらおうかおさよの顔は愛のように真っ青になりました色を失ったかわいらしい受け口がわなわなと震えて目ばかりは火のように燃えます べえお蔵めで俺と知って切りも突きもしなかった親切は忘れねえしかし御用の二次をいただく丹次がこれを見逃したとあっちゃ天皇様へも世間へもすまねえなおさよ三歳道場に育っておめえは大した腕があるという話は聞かねえじゃなかったがまさか女だてらにこれほどのことをするとは思わなかった一体んだってあんなに人を殺める気になったんだ あおよなんだってまたあんなバカな気を起こしてこれたんだおじさん許していつの間に取り上げたのか仕事に使う鋭利な切り出しおさよは逆手にとって一重の上から自分の胸へずブと「ことうとうおじさん止めないでください」「止めやしねえおめえがそうしてこれなきゃ泡を打って引き立てなきゃならねえ俺だこの上は心静かに成仏しろ」 きっこすと泉のごとく流るる血をあたり地面に飛び散っていろいろの形の茶碗をくれないに染めます。おじさん、私は鬼だ。若い男を着る心持ちの良さに惹かされてとんでもない罪業を重ねました。何？若い男をきる心持ちの良さ。単純にはその心持ちがわかる道理はありません。若い。

さ,さ,いさ、ま、それには答えもなく仕事場の戸が開いて転がるように入ったのは取り乱した夫のモンでしたおさよおさよお前は何ということをしてくれた取りすがろうとすると美女の松子の冷たい目が旗とにらみますややるるな、やるな。おさよ何を言うのだ。 せめてお前の口のきけるうちにあのらくやきの句伝を言い残してくれサモンやき薬の秘密をゲスは理にさといもので死にゆく妻の口からサモンはらくやきの秘密をたぐり出そうとしておりますそれはそれは言えないがっくりくずぼれておさよの息はそのまま耐えましたおさよおさよサモンは 女房の死体にうの,海の中に泣き崩れました西に傾く夏の日は赤々と仕事場の中を張って落やきを染めた美女の血潮を生めかしくも紫に照らし出しました。 おさよは今の言葉で言う一種のサディスト陰虐教であったことは申すまでもありませんサモン焼きの薬の秘密はついに分かりませんがあるいはおさよが切った幾十人の若い武士の父親ではなかったかという人もあります。 野村古道作「関心探示鳥物帳」のうち曜変「辻斬り茶碗」昭和8年日本小説文庫195銭形平治鳥物控え第三巻より読み切り。 ありがとうございます。